のほか心配をしておるだろうと思います。そうですか、はい、さてまずその梶田を中心にいたしまして、ゲームが間もなく始まりますが、さあ早くも明野高校の藤井監督ムードがベンチの前にいっぱいに広がっておりますが、橘さん、はい、明野高校の方はどうですか。藤井さんの感じから言ってどんなチームが最初多いんですか。そうですね、別に何も策はないと思うんですけどね。そうですか、はい、ただ落ち着いて普段の力出していけということなんでしょうか。はい、もう吉川にかかってると思いますので。そうですか、ぜひ吉川に、はい、ご覧の数字は県の大会ですが、梶田は全部で26イニングスを投げております。17安打を奪われております。26イニングスで11点はちょっと多い感じがいたしますが、だいぶこのところ調子を上げてまいりました。それと白川さん、はい、この梶田君がですね、春の大会に優勝しましてから、はい、ちょっとフォームを変えてるんですよね。そうですね、まあ、少しテープバックを小さくしたような感じになったんでしょうか。そうなんですね、はい、でじゃないな、力を抜けというような意味のことを書いてましたね。力むなですね、はい、うん、ストレートをうまく合わせました。右中間ロングヒットになりそうです。ランナー二塁へ。さあ二塁を回るか。二塁を回ります。セカンドが中継、クロスプレーになりそうです。しかし取れました。三塁だ。腕に書いたその通り、力まずにうまく打ちました。あー、いいところに真ん中に入ってきてしまいましたですね、石田さんね、はい、しかしさすがにうまいですね、バッティングは。ジャストミートですね、ね、はい、速い球を狙ってきましたが、再三ご紹介するように明野高校の方は大変藤井監督が明るい方なんで、練習の拝見したり練習終わってからの雰囲気でも生徒さんが何か、まあ、冷やかしまくるというような感じのムードがね、こういう大舞台ではいいかもしれませんね。そういうムードが、いい当たりです。ロングヒットになります。クッションボールはライト、セカンドはゆっくりセーフのようです。ツーベースヒット。毎回1本ずつのヒットを記録して3回の表もノーアウトランナー2塁。これは白川先生、どうぞ、はい、カーブです ね、白川先生には失礼な言い方になるかもしれませんが、明野高校とすれば橘さん、はい、これ毎回チャンスですよ。そうですね、だから後半ってやっぱり点を取っておかないといけないですね。そうです ね、県の大会はこの下位打線が打ってですね、はい、上位3番4番が返すというパターンが多かったんですけどね、もう3度目ですので、はい、この辺りでここは送りましょうか。まだ分かりませんか。いや、打つんじゃないですか。そうですか、はい、県大会は6割1分5厘です。トップの吉川、最初はセカンドゴロ。ショートがだいぶ外野を前に呼び寄せております。どうやら今の雰囲気では打ってきそうな感じです。今ちらっとご紹介した藤井監督はご自分ではいわゆる硬いボール公式の野球の経験はあまりならないんですよね、この方は ね、そうですね、自分で勉強して、野球を覚え、この強いチームを作り上げてまいりました。42歳の監督さんです。センターへ。さあこれはどうしましょう。三塁は回る、回ります。ショートが中継、クロスプレー、ホームイン。明野高校強攻策成功、選手団は明野高校に入りました。三重県やはり真ん中いいところに入ってきてしまいました。
しかしこれは県大会のあたりをまだ吉川はそこまで持ちこたえてきました ね。いい当たりでした、はい、打点も7あるんですね。もう自信たっぷりでね、もうどこでも打つと、本人は言ってるんですけどね。そうですか、はい、さあ難しい当たり、ランナー三塁を回ります。バックホームはできません。オビン、2点目が入りました。本当にセンターに打ち返すのがうまいバッターです。キャッチャー思い切って外に外していたんですが、ボールが中に入ってしまいました。それにしても本当にセンターに打ち返すのが田島さん、うまいですね。中盤に入るところで1点1点とじわじわ取られていくというのは、いきなりすると一番嫌な感じですね。嫌な感じですね。やっぱり相手の力がかなりありますんでね。そうですね。それはもう生徒は一人一人ね、感じ取っておると思います。そうです、はい、まあ、中盤奮起せんといかんですね、これは。それだけに春に比べると非常にこの梶田の間合いが長くなっています。うまく合わせました。カーブ入るか、入りました。フェア、これを統一、一塁ランナーは三塁ストップ、一人ホームイン、ランナー二塁へツーベースヒット、とうとう点差は3点になりました。これは池田苦戦になりました。カーブが完全に8番さんボール球ですね。そうですね、もうか外角ばっかり来てたんで狙ったんじゃないですかね。完全にあそこで狙った感じのバッティングでしたね、はい、もうインコースは来ないということでね。立花さんが点が開くと無口になると同様に、監督さんもですねニコニコしたのが厳しい顔になってきましたね。逆にね、やっぱり心配です。そうなんですね、はい、なおもランナー二塁三塁、これはファールです。今日の西田は右中間のヒットと、それからライトへのヒット、逃げ打つのがうまいですね。これを見ても分かります。とにかくよく食べるそうです。どんぶりご飯で3試合は軽いという話を聞いてましたかね。そうですね、食べますよ。それとこんなチャンスにこんなことを申し上げたはなんですが、嬉しい話で、将来自分のうちの漬物屋を継いでですね、日本一の漬物屋にするんだって、それが本人の目標なんだってのから嬉しい話ですよね。だからもう最後だという気持ちがね、ここに現れてるみたいですね。そうですね、はい、キャプテンです。力のある池田高校でも、もしここでもう1本出て点差が2点開いて5点になると、ちょっと苦しくなります。ピッチャーの梶田は大事な場面を迎えております。なんで勝負をしてくるんでしょうか。あ、すっぽ抜けました。ちょっと梶田に動揺ありです。こんなピッチャーじゃありませんもんね。そうですね、まあ、バッターがいいもんですからね、はい、あまり勝負に出てませんね。そうですか、はい、そうすると1-3になって一塁ベースが空いてますね、はい、どういうふうに出てきましょうか。今日何しろヒット2本打っております。次の、奥野がフォアボールと、それからセカンドのフェアフライです。速い球です。それ入ってればいいんですね。そうですね、こういう場面にベンチの津田さんからサインが出るってことはあるんですか。いや、それはないですね。ありませんか、はい、いや、キャプテンの藤原君に全部任せて、はいはい、カーブ、これが難しい当たりになりましたが見送ります。
ファールです。確かに秋野に月がありますね。そうなんですよね。多少ね、そういうものがあり、非常に嫌な感じがしますよね、僕が見ておってね。あれがもう何でもない三塁ゴロに普通だったなるところを、はいはい、一つ間違えれば何やんだですもんね、今のなんかは ね。もう4回の表のピッチングというのは梶田投手はもう80球を超えましたよ。あ、そうですか。多いですね。ファウルです、ファウルです。わずかにバッタリかすっています。ついてますね、やはり。今のをちょっと説明してみてください、立花さん。肩口が、肩から入っていくのをね、もうよく見てですね、流せと、いうことじゃないですかね。なるほど。しかしファールになって、このバッターはもう、西田君は大喜びしましたが、あの気持ちが池田にしてみて怖いですよ。では、そのカーブです。バッターの西田は80年の春、この甲子園に出ました時は8番を打って1塁を守りました。今やキャプテンで3番に成長しております。バッターの西田が投球の前によく PL の選手がありますが、胸のところをギュッと掴んでましたが、あの辺何かお守りでも入ってるんですか、立花さん。2つぐらい持って出ましたんでね。あ、そうですか。胸に合うのかわからないですけど、胸のあたりはギュッと掴んでましたもんね。精神統一だと思いますけどね。平凡なショートゴロになりました。危ない、危ない。それで2者ホームイン、2者ホームイン。大きなエラーが出ました。一気に点が開きました。池田高校の今日のゲストの白川先生が、明野は今日はちょっとついてるよとおっしゃいましたが、何でもないショートゴロでしたがね。やはり一つこうちょっとこう自分たちのペースが調子が狂うと、ああなってしまうんですね。それにしても本当、立花さん、明けのは何かこうもう完全にムードに乗りましたですね。あのパターンが県大会のパターンと同じようなですね、あの点の取り方ですので、はい、気楽にやってるみたいですね、みんな。奥野です、4番バッター。ランナーが走っていますがセーフです。西田という選手は今走っている姿を見ますと、そう足の速い方ではないように見えますが、ね、久しぶりですね。久しぶりですか。盗塁はなんか一つあるというような話を聞いてますが、めったに走らないですからね。そうですか、あの走る姿は速くありませんもんね。しかしセカンドへのヘッドスライディングは迫力がありました。気持ちが何か盗塁をさせたような感じです。そうですね、やっぱり浮き足立ってる時にパッと行くという監督の指示じゃないですか。あ、大きい、大きい、伸びる、伸びます。はい、大会第7号のツーランホームラン。県の大会のチーム打率4割9厘は偽りではありません。見事甲子園でも猛打爆発、7対0と大きく開きました。いや、驚きました。風もありますが、しかし、これもカーブだ。しかも低い球ですよね。ちょこんと合わせた感じですね。そうなんですね。いや、一つ高校生ですからね、乗ってくるとね、何が起こるか分かりませんね。しかし白川さん、かつては池田がこれをやったんですよね、甲子園でね、
1回に追い込まれました。もうわしは何も言いませんのじゃ、コーチの先生方に任せてるんですと本人は淡々と語ってますが、気持ちの中はまだふっと若い血が限ってるはずです。表情は変わりませんが悔しさはあるはずです。見送りました。ツーアウト、4つ目の三振でツーアウト。三重県の明野高校が三重67校の代表として甲子園に勝ち進み、そしてあの大きな池田高校をとうとう9回5点差をつけてツーアウトまで追い込みました。バッタートップに帰りました飯田のキャプテンの藤原です。今日はヒットがセンターに1本飛んでいます。橘さん、ここまで来て、はい、あの初球にあの緩いカーブをふわっと投げてきます、はい、偉いですね。やっぱり5点差というあれですかね、はい、堂々たるピッチングです。152cm65kg、大きくありません。中村投手を慕って藤井監督がとうとう池田を最後まで追い込んでまいりました。勝ちを目の前にしております。こういう時というのはピッチャーはどうしても気持ちが前へ前へ行ってアウトはアウトという気持ちになりやすいものですが、それを落ち着いてあのスローカーブでストライクを2つ取ってくるところにピッチャー中村の何か気持ちがあります。ツーアウトバッターを追い込みました。ここで一つちょっと気持ちを外してきます。そうですね、なかなかできることじゃないですね。できることじゃありませんね、はい、三塁線乗った、試合終了、最後の三塁八塁ファインプレー。